JFL 日本フットボールリーグ大好きチャンネル始まります。はい、このチャンネルでは、JFL、日本フットボールリーグ、というものを、大好きなサポーター目線で、語っていきたいと思います。特に今は、公式の、今の試合状況とか順位表とかは、まあ、公式のホームページだったり YouTube とかがあるので、まあ、特に、私の方からは、過去こういうチームがあったとか、まあ、こういう選手がいたとかこういう印象だったなっていうことを、主に語っていきたいと思います。JFL 日本フットボールリーグというのはそもそもどういうリーグなのかというのを、今回は解説していただきたいと思います。そうですね、まあ、この、2020年、ガイドブックには一応こういう表がありますね。これが多分日本のサッカーリーグのピラミッドですね。まあ一番トップにはJリーグがありまして、それの、J1 ですね。でその下に一応 J2 があり、その下に J3があって、ちょっとピラミッドが違うピラミッドなんですけど、この、一番上が、JFL で、ここが、地域の、リーグですね。で、最後都道府県のリーグとあります。で一応これ、全国リーグなので、北は今青森から、下は宮崎まで、はい、全国に16チームあります。で、まあ、このピラミッドを見てもらうと分かるとは思うんですけど、よく、JFL って、まあ、J1 から、数えたら、まあ、実質、J1、J2、J3 があって、まあ、その下に JFL があるので、まあ、実質 J4 とかじゃないかなって言われたり、まあある人によっては、まあ、さっきのピラミッドみたいに、都道府県の、まあ、アマチュアサッカーの、まあ、頂点に立つのが、まあ、JFL って唯一の全国大会っていうのが JFL っていう話があるんですけど、まあ、個人的に見てる感想としては、まあ、どっちの要素もあるので、まあ、その両方が楽しめる、面白いリーグなんじゃないかなとは思いますね。はい、その所属してるのは、まあ、J リーグを目指すチーム と、企業チームと、まあ、あとは、J リーグを目指さない、まあ、地域クラブっていうのが、まあ、ありますね。普通のリーグだったら、まあ、1位、2位、3位がどこで、最下位がどこでっていう、まあ、単純に優勝したのはどこで、最下位になったのはどこでっていう、まあ、楽しみ方なんですけど、ちょっとその、まあ、J リーグに上がる、上がれないっていう基準が、今はその、リーグの成績が4位以上じゃないと、で4位以上で、入場者数とかも、一定の条件を満たしてないと上がれないという話になっているので、その、でさらにその4位以内でも、J リーグを目指すチームのうちの2位以内じゃないと上がれないので、まあ、その年によって、まあ、1位、2位、3位、4位が、全部、起用チームだったり目指さないチームが入って、まあ、その J リーグを目指すチームが5位以下だった場合は、まあ、上がれませんとか、まあ、1位が J リーグに目指すチームで、2位、3位、4位が、その企業チームだった場合は、まあ、1位の
その目指すチームしか、上がりませんとか、まあ、そのでその、4位になるか5位になるかで、まあ、だいぶその後の、そのクラブとしては影響が大きいっていうところを、まあ、最後までこう混戦になるので、そこが多分一番面白いポイントだと思います。今回の動画は以上になります。またチャンネル登録と、高評価ボタンをお願いします。ではまた動画でお会いしましょう。